エボシ岳は、長野県下稲郡大牛村と静岡県静岡市、青い区の境界に位置する赤石山脈の標高2726メートルの山である。南アルプス国立公園内の市を磨くと、荒川岳との間にあり、山腹峠の東に位置する。赤石山脈の資料線上では、比較的里に近く、鳥草林道を利用すると、日帰り登山も可能である。 山頂からは、塩を磨くが、間近に望め、富士山、北アルプス、中央、アルプスなども望むことができる。山腹峠との間には、高山植物の群生地がある。登山道は、塩川土場、または、鳥草林道から、山腹峠を経て横内だけまで往復するルートが、一般的である。また、潮を磨くから、 江ぼ岳を経由して荒川岳へ向かう南アルプスの重層路上にある。小河内だ避難小屋と富士山登山口や、稜線上には山小屋とキャンプ指定地がある。登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は山頂の西 1.1km にある山腹峠小屋である。南アルプス国立公園内であり、 南アルプス市北沢ごま線小屋と潜水小屋のキャンプ指定地を除き、全山爆へ禁止となっている。山腹小屋が山腹峠から北東約1キロメートルの山腹沢にあったが2003年度から信用処理問題のため閉鎖となった。同様に山腹沢のキャンプ指定地も閉鎖となっている。山頂付近は森林限界で北斜面は廃末に覆われていて、 雷鳥が生息している。山腹には、日本カモシカが生息している。山腹峠の東の登山道の周辺では、山火曜、品野金梅、雲イコザクラ、少女バカマ、ツマトリとソ草、白山一毛、白山千鳥などの多くの鉱山植物が見られる。エボシ岳周辺の山、エボシ岳周辺の山、赤石山脈の狩猟線上にある。稜線の南側急斜面では崩落。 風化が進んでいる。元や山と三腹峠に間には三腹山がある。源流となる以下の河川は太平洋へ流れる。山頂は見晴らしがよく中央アルプス、富士山、潮磨く、小川内学、荒川岳などの南アルプスの山々が望める。ありがとうございます。